シャンパンファイト、シャンパンファイトとも呼ぶ。なお、シャンパン以外のドリンク類を用いて、同様の縮小イベントが行われる場合もある。NFL や NBA のリーグ優勝時などに行われる通称、ゲータレードヤワーでは、スポーツドリンクが使用される。期限については、シャンパンが勢いよく吹き上がる様子を気に入ったナポレオン・ボナパルトが、戦勝記念に、 シャンパンかけを行ったのが始まりという実際ナポレオンはモエ・エシンドンを愛飲していたと言われる。スポーツ界で行われるようになった由来については諸説あり、1950年にアメリカメジャーリーグのセントルイスブラウンズ、現、ボルチモアオリオールズがシーズン100敗を阻止した喜びの縁で行われ、以後、メジャーリーグの優勝縮小会で行われるようになったとする説がある。 また、1967年のルーマン24時間レースで、アメリカ製、フォード GT40 とアメリカ人ドライバーで初めて、成し遂げた快挙に興奮した、優勝ドライバーダンガーリーが世界で初めて、シャパンファイトを行った、という説がある。以下本人のコメント。表彰台の上で巨大なシャンパンのボトルを渡された。何度も挑戦した上での成功だった。 これまで7回も完走できていなかった。何か特別なことをしないとならないと思った。消防ホースのように全員にかけてやったんだ。これが広まるなんて思わなかったよ。フォード VS、フェラーリ伝説のルマンの著者で、ジャーナリストの AJ バイメも、彼はとんでもないことをした。シャンパンを観客にかけた。誰もやったことがなかった。現在、特に欧州では、マイレース優勝者は、 シャンパンシャワーをする1967年のルマンで始まったことだった。ここまでの内容は、米チャシーメディア社のドキュメンタリー映画、ザ24の RO による。このほか、1960年代に、大手シャンパンメーカーのモエシャンドン、現、LVMH が、同社がスポンサードするルマン24時間レースの大会において、 表彰式にシャンパンを提供したことがきっかけとする説もある。1959年には日本のプロ野球南海ホークスの日本一祝勝会においてシャンパンファイトを参考としたビールかけが行われているため遅くとも1950年代には欧米において同種の行為が気広く行われるようになっていたと考えられる。日本では1987年に 会一、日本グランプリが再開されてからの F1 ブームに乗って、一般にもその存在が認知され始めた。その後、1992年、アルベールビルオリンピックにおいて、ノルディック複合団体で金メダルを獲得した、小木原健二、河野隆則、三方玲一の三人が表彰式でシャンパンファイトを行ったことで広く知れ渡った。 1993年に開幕した日本プロサッカーリーグ J リーグでも優勝祝賀会などで行うようになった選手、スタッフに加えサポーターも参加して行われ一般レベルにも浸透した。プロ野球では通常全出のビールかけを行っているが1997年にヤクルトスワローズが初めてシャンパンファイトを決行し厳密にはシャンパンではなくスパークリングワインだった。 読売ジャイアンツも2000年と2012年に行った。最近ではビールと合わせてシャンパンも用意される場合もある。一般的に表彰式でシャンパンファイトが行われる場合、そこで使用されるシャンパンは当該スポーツイベントの主催者が用意するのが習わしである。特に大規模なイベントの場合はシャンパンメーカーがスポンサーにつくケースも多く。 例えば、第一においては1985年頃から1999年までは、モエーシャンドンが2000年より2015年までは、GH マムのコルドン・ルージュが2016年より、シャンドン・ブリュットが公式シャンパンとして指定されている。ただし前日のアルベールビルオリンピックにおける、小木原らの場合は、自分でシャンパンを持ち込んでいる。なお、MLB 機構は2015年に、 各球団へ向けて、以下のような通達を行った。スポーツイベントによっては、シャンパンではない別のドリンク類、スパークリングワインなどを使用するケースもある。例えばモートジッピーでは、カバのフレシネ・フォーミュラ日本、スーパーフォーミュラでは発泡日本酒、2007年までは奥の松純米大吟醸、FN、2008年からは人気一スパークリング純米大吟醸が、 指定されている。インディ500では、シャンパンファイトの代わりに、優勝者が牛乳を飲むのが恒例となっている。アメリカのプロアイスホッケーリーグ、NFL や、プロバスケットリーグ、NBA のリーグ優勝などの際には、スポーツドリンクのタンクごとかける通称、ゲータレードシャワーがやれている。イスラム圏で行われる、スポーツイベントでは、イスラム教が飲酒を禁じている関係から、 シャンパンファイトそのものを自粛する、もしくは炭酸水などで代用することも多い。会一でもイスラム圏での開催となるバーレングランプリやアブダビーグランプリではシャンパンファイトにシャンパンではなくローズウォーターを用いている。J リーグでもクラブによってはシャンパン以外のドリンクを使用することもあり、ビールかけや炭酸水を使用するクラブも少なくないがザスパクサツ。 当時の温泉のお湯や愛媛 C のポンジュースなどホームタウンの名物を採用するクラブも散在する。また、清水エスパルスのように会場の都合でシャンパンファイトに類する企画を行わないクラブもある。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。